見てください、いいよ、江の島かっこいいよ。はい、皆さんこんにちは、世田谷ベースユーチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日ですね、新メンバーを発表します。世田谷ベースユーチャンネルはバイクをメインにやらさせていただいてます。よりよく、よりかっこよくね、ちょっとバイクを撮りたいわけですよ。この新メンバーね、すごいやつなんですよ。もう博士、世界一バイクをかっこよく撮れと、ようやく完成したんで会いに来ました。すいません、ちょっとそこで黄昏れてる方、もう僕とキャラが真逆。なんでこんなおしゃれなとこでバイチャスしたの？いや、今日めちゃくちゃ天気良かったんで、まあ、バイクといえば江の島かなっていう。じゃあちょっとバイク僕は止めてるんで行きましょうか。どういうその人生を歩んできたかっていうか、もともと映画大好きで芸大の映像学科っていうところに行きまして、その後10年ぐらい京都の松竹とか東映とかで映像を作って今に至ると。すごいじゃないですか。それ言わなかったらただのヨット乗ってたまたま待ち合わせしましょう。ここはそれでできたバイクがこれですか。これ違いますね。これダメです。これ人4つのどれですか。これじゃないですね。これじゃない。え、ギア付きで撮るっていう気なの。すげえすげえすげえ。こちらです。川崎の忍者250です。これを撮影者にしたと。はい、はい、なぜ。いや、家にあったから。家にあったから。いや、正直言うとハンターカブとかクロスカブとか、もうフロントライトのあたりにも大きめの荷物乗けれるようなパイプついてますし、リアも荷台がついてるんで、そっちの方がいいかなと思ったんですけど、まあ、高速乗れないですし、まあ、250かなと思ったら家にあったんで、カウルを取るところから始めて、このフロントにもここに、今ちょっと後ろにこれついてますけど、このダンパーのユニットをフロントにもつけたかったんで、その台座をつけるために。これだけじゃダメなんだ、ダンパー。そうです、ここにこの、これを開発したんですか。ここが一つのパーツとして売ってたもので、この下は三脚のヘッドの部分ですね。これリモコンで動くようなものを作って、それをですね、リアボックスの台座なんですけど、これにドリルで穴を開けて、まあ、雲台を取り付けて、しかもまたそのリアボックスを、これ普通はあれなんですよ、このリアキャリアに固定するためのものなんですけど、あまり後ろに長くしたくなかったんで、リアシートのアンコを全部抜いて、これところもまたボルトで留める。アンコ抜いてるわ。これでね、普段大変じゃないですか。リアシートを純正のやつをつけたら普段の状態になるっていうことですね。なるほど。あ、リアシートもう一個あるんですよ。もう一個は、そう、プレーンのやつが。なるほどなるほど。それでこれが、このダンパーが前にも、はい、前にもつきます。バイクの走行シーンでかっこいいなと思ったのは、やっぱアングルが下めな方がかっこいいなと思って、できる限り下につけたかったんですよね、カメラを。そこは一眼レフ乗るかなと思って、強度的にこれ作ってみたんですけど、若干ちょっと心もとないので、今はまだアクションカムでしか実験してないですけど、ここにも一眼レフつけれたらいいなっていうことで、最終的にはね、最終的にはそうですね。で、そのアングルのに一眼レフをつけようと思ったら、もうフロントカウル邪魔だったんで、フロントカウル取りまして、このゼッケンプレートをつけて、ゼッケンプレートを加工してステイをつけて、まあここにカメラが乗るようなことにしてますと。オッケー。ここがミソって聞いてたら、やっぱ後ろですよね。はい、ここ回るんですよ。え、ちょっと待って。回るんですよ、これで。ここにね、角度がちゃんと出るんですよ、360度、数字で。これを開発したわけですね。4つぐらいのパーツを組み合わせて、まあこういう風にすればより躍動感のある動画が撮れるんじゃないかなっていうことで。ここは一眼ですか。 APS-C センサーのコンデジまでは乗りました。フルサイズ 35mm の一眼レフはちょっと怖くて乗せないです。一回すっぽ抜けて一眼レフ飛んでいってるんで、コンデジが。これはもう根元から行きました。ここから、はい、ここからすっぽ抜けました。これ2台目です、この雲台は。人でもいいんじゃないですか。それ一番最初考えました。人間の方が撮りやすいんじゃないか。2人必要じゃないですか。運転手とカメラマン2人必要で、しかも人間の体って360度回らないから、2人乗りして後ろの人がこう撮るとかだと180度ぐらいしか撮れないんですよね。あとハイエースとかになると死角があるしね。そう、フレームがあるから、フレームが、窓枠が映ったりミラーが映ったりして、この
ぐるぐるカメラ回せないんですよね。これをやるとですね、こう横を走ってて、でこう後ろを通って左の前に出るとか、このシームレスな動きがですね、自由自在にこうできるようになるわけですよ。じゃあこれマッドマックスとかトップガンみたいな映像できるわけですね。マッドマックス、トップガン、あとワイルドスピード、うん、もうね全部見ました。全部見た。本来二輪なんでもっと躍動感がある動画が撮れていいと思ってるんですよ。ヘルメットに GoPro つけたりすると固定アングルになるんで、せっかくのね二輪なのに躍動感が出ない。それをちょっと改善したくて、まあこういうこと、一緒に僕も行きましょう。そう、行ってみましょう、動画をご覧の皆様、最後までご視聴いただきありがとうございます。博士ことゴーです。いや、なんとかカメラは落下させずに走り切りました。一人でもやればできるもんです。これがあれば友達と二人で出かけた時とかにも気軽に撮影してあげることができますね。でもこうやって見たらそれっぽくはなってるんですけど、全然思ってたようなカメラワークができてなくて、まあ正直2人乗りで後ろの人に撮影してもらったような映像と変わらない出来栄えです。今回はなんとかチートしてそれっぽく編集できたんすけど、やっぱ1人でやるのはこのぐらいが限界なんすかね。正直2人乗りや車で並走してローニンに α7 乗っけたら、高画質である程度躍動感のある映像はもう十分撮影できるんです。それを超える躍動感を、そう、どう作ろうかってそれをずっと考えていて、めちゃくちゃ強力な AI トラッキングできるコンピューターとか、あとまだ誰もやったことがないような方法にもチャレンジしたいっすね。次いつまた皆さんにお見せできるか分かりませんが、またその時はよろしくお願いします。